こんにちは、稲荷。私は羽化の御霊の神、この稲荷神社に祀られている主神、君たち人間にお稲荷さんと呼ばれている神様だよ。神様、この子ケサノン。その子は私のお使いの狐なんだ。君に助けられたと聞いた。本当にありがとう。いえ、お礼に君の願いを一つだけ叶えさせてほしい。お礼？私はそんな神様にお礼をもらえるような立場では。この子たちは霊力の強い人間にも見えないはずなんだけれど、君には見えた。それは君がこの神社を幼い頃から愛してくれていたから。君は我々にとって特別な人間なんだよ。特別な？先ほど君の心の悲鳴が聞こえた。だから今度は私が稲荷を助けたい。さあ、願いを言いなさい。私は特別な人間なら、私は彼にとっての特別に